平野紫耀、CM の波紋、コミュニティの新たな興奮を生む、驚異の再生速度。平野紫耀 CM、秘密映像が視聴者を瞬時に引き込む。こんにちは、皆さん。今回は、平野紫耀さんが出演する CM が社会的な反響を呼んでいることに焦点を当て、そのコミュニティへの影響とイベントの社会的な重要性に迫ってみたいと思います。最近、2月10日から放映がスタートした平野さんのお笑いトークと共演者とのコミカルなやりとりが特徴の CM がまるで一瞬で驚異的な再生回数を記録しています。この CM は過去のジャニーズ事務所対応の難題を超え、平野さんが初めて出演するものとしても大きな話題となりました。さらには元ジャニーズメンバーとして知られる3人が一堂に会し、これからの活動に期待が寄せられているとの噂も耳にします。一方で、超大手ファストフード会社の CM に内定しているという情報もあり、これが春に向けて放映予定とされています。これには、かつてのジャニーズ事務所と企業との契約問題が影響している可能性があり、その中で注目すべきなのは、今回旧ジャニーズではなく、ナンバーアイが内定したという点です。ジャニーズ事務所の過去の問題により、企業はタレントとの契約を見直す動きがあった中で、平野さんの所属するナンバーアイがファストフード会社の CM に内定するなど、新たな局面が開かれているようです。こうした事態は、ジャニーズメンバーによる CM が立ち消えになった過去の事例とも対比され、業界全体に影響を与える可能性があります。また、平野さんは初めてお酒の CM に登場し、その爽やかで透明感のあるキャラクターが親しみやすいと好評を博しています。水人相感を持つ彼が、サントリー人水の新 CM キャラクターに就任したことは、商品のイメージ向上に寄与することでしょう。さらに、デジタルハリウッド大学のテレビ CM にも起用され、その中での平野さんの発言がファンや一般視聴者に大きな共感を呼び起こしています。彼の率直でポジティブなメッセージは、若い世代にとって励みとなり、その反響は大学のサイトに多くのアクセスを集め、YouTube では大きな視聴数を誇っています。最近27歳になった平野さんは、30歳に向けてますます清々しくなり、自身の夢に向かって突き進んでいく意気込みを語っています。彼の力強い言葉は、ファンや若者たちにとっては励みとなることでしょう。最後に、今回の CM の成功には平野さんの人気だけでなく、彼が所属するナンバーアイの新たな展開や、ジャニーズ事務所との契約問題の影響も大きいと言えそうです。平野さんがこれからの道を切り開いていく中で、彼のファンやコミュニティはますます期待に胸を膨らませていることでしょう。